まさかわずか1年で亡くなってしまうなんてな。兄上、いかがなさいますか。光明氏の子ではない者が次期天皇にでもなったら、再び長屋王に政権を取られてしまいますぞ。光明氏を皇后にしよう。皇后ですか。でも皇后は天皇家のものでしかなれないはず。なれないのではない、誰もなっていないだけだ。前例がないことには変わりありません。その前例を作ってしまえばいいこと。障害になるのは長屋王ですね。聖武天皇の即位の時ですらあれだけ反対していた男です。光明氏が皇后になるのを黙って見ているはずがありません。だろうな、だろうな。心配するな、私に任せておけ。727年に聖武天皇と光明氏との間に子供が生まれました。しかし翌年の728年に満1歳という若さで亡くなってしまいます。藤原家の権威が弱まることを恐れた藤原4兄弟は光明氏を皇后にしようと画策します。聖武天皇、一つご提案がございます。何ですか。我が父藤原の不人の娘光明氏を皇后にしていただきたいのです。光明氏を。はい。今の天皇家と藤原家の関係をよく思わない者がたくさんおります。その者たちを納得させるには、ここで今一度絆を強くしておく必要がございます。しかし天皇家の者以外が皇后になるなど前例がない。それこそよく思わないものが増える危険性の方が高いような気もするが。いえ、前例のない新しい取り組みに賛同する者もいるはずです。すべてのものが納得することなどはありえない。それならば、流れを変えられるような新しいことをした方がいいかと思います。先人たちもそのようにして国を豊かにしてきました。確かに、その考えも一理ありますね。では、私は賛同しかねますね。これは長屋王殿、いかがなさいました。興味深い話が聞こえたので。盗み聞きですか。たまたまです。長屋王よ、そなたはなぜ賛同できるのですか。なぜ。これは面白いことを申しますな。長屋王殿、天皇に向かって無礼であるぞ。これは失礼いたしました。しかし天皇家以外の者がこれ以上政治の中心に入ってくるのはいかがなものかと思いまして、このままでは天武天皇が目指した後進政治が崩れてしまいます。それはそうだが、失礼ながら申し上げます、すでに時代は変わっております。天皇家だから、貴族だからと家柄だけで人を判断する時代は終わりました。これからは優秀な人材が中心となって政治を行っていくべきです。お家にこだわっているのはそちらの方ではありませんか。どういう意味ですかな。不人殿のご意志を継いでいるのではと思いまして。おのれ、父上を愚弄する気か。事実を言ったまで。お二人ともその辺にしてください。皇后のことについてはもう少し考えさせてください。かしこまりました。どうでした。あと一歩のところで長屋王の邪魔が入った。やはり長屋王をどうにかしないことには先に進みませんね。ここは先人たちと同じ手段を使うしかないか。先人たちと同じ手段とは。謀反の疑いをかけて自害させるんだ。相手は左大臣ですぞ。いくら私たち側の聖武天皇だとしても、その話を信じるとは思えません。逆に我々に対して不信感を抱く可能性もありますよ。大丈夫だ、私に考えがある。ムチマロよ、今日はいかがした。すまぬが、皇后の件であればまだ考えがまとまっておらんので、後日にしていただきたいのだが。いえ、今日はその話ではございません。入れ。失礼いたします。
そのものは中富の宮所あずま人というもので、何でも長屋王に関しての不穏な噂を天皇にお伝えしたいとのこと。どんな噂だ、申してみよう。はい、長屋王は妖術を学び国家を傾けようとしているという噂でございます。妖術、それは誠の話か。はい、一人二人ではなくいくつもの村でその噂を聞きましたので、信憑性は高いと思われます。ムチマロ殿はどう？初めて聞いた時は村人のザレ言だと思っておりました。しかし父不人の死や聖武天皇のこの死など、長屋王に都合の悪い者たちが相次いで亡くなっております。妖術により殺されたと考えてもおかしくはないかと。まさかあの長屋王に限ってそんなこと。権力に取りつかれた男は何をするか分かりません。ここは私がその真意を探ってまいります。わかった、頼んだぞムチマロ殿。かしこまりました。アズマ人よ、噂の密告大義であった。あのような話を思いつくのはそなたしかおらん。もったいないお言葉にございます。またよろしく頼むぞ。は、では失礼いたします。馬飼いはおるか？ここに。馬飼い、頼んだぞ。本当にいいのか？左大臣の屋敷を包囲して。いいんだよ、逆賊の疑いがある以上野放しにはしておけん。わかった、馬飼い、野放しには決してするなよ。かしこまりました。なんだこの音は。まさか敵襲。長屋王殿に謀反の疑いありと密告した者がいる。その真意を確かめるために私はここに参った。あれは藤原の馬飼い、ムチマロの指示か。妖術が使えぬことを証明してみせよ。妖術、何の話だ。証明できないのだ。皆の者、屋敷に火を放て。なんてことだ、話を聞く気すらないのか。己藤原氏姫、覚えておけ。729年、長屋王は妻である吉備内親王らと共に自害します。この事件のことを長屋王の変と呼びます。まさか噂が本当であったとは、未だに信じられん。私もでございます。しかしこれでこの国は危機を脱しましたぞ。そうだな、馬飼い、大義であった。ありがたきお言葉。それでは後処理が残っておりますので、私どもはこれで失礼いたします。よろしく頼む。あ、皇后の件ですが、何卒よろしくお願いいたします。わかった。長屋王の死から半年後、光明氏は念願の皇后になりました。これで藤原氏の力はますます強大になっていくと思われましたが、そううまくいかないのがこの世の中です。さて、次回の百花繚乱歴史伝は藤原四兄弟を襲った悲劇、長屋王のたたりにスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。